皆さんこんにちは。二千十九年知識獲得講座関税法第一回目の講義を開始させていただきます。担当はレックス専任講師の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。はい、えー、知識獲得講座始まりまして、これからいよいよですね本格的な通関試験の学習とその始まりということになります。まずはですね、えー、通関試験についての概要についてまあガイダンスという。 ページ用意しておりますので、そこから始めたいと思います。3ページお開きください。はい。まず通関士とはということですけれども、皆さんがこれから目指される通関試験の合格を目指しますが、その通関士というのはですね、これはあの通関試験に合格しただけでは通関士と名乗って。 通貨業務に従事することとはできなないここになっています。この内容に関しましては通関業法をですねパート3になりますけどもそちらの方でまた改めてお話細かいお話をさせていただきますけども通関試験に合格した後、通関業者に従事してですねその通関業者の中でも通関業務という部門にですね従事し た場合にですね、通関士としてですね、まあ一番その通関試験合格の内容といいますか、それを一番発揮できる場所になるんですけれども、その通関士試験に合格して通関士になるためには財務大臣の確認というものが必要になってきます。その財務大臣の確認を得たときに初めて。 通関、ね、業務に従事することができるというふうになって今から申し上げるお話というのはその,財務大臣の確認を受けた通士のお話になりますまず3ページの方のですね文章をちょっと読んでおきますけれども「貿易立国日本の輸出入貨物は原則として財務省が管轄する税関に申告書を提出し 輸出入の許可を受けなけなななればならないこれらの手続きをはじめとする諸手続きのことを通関手続きという通関士はこれら通関手続きの最終的な責任者であり通関手続きや関税法等に関する高度な専門的知識と技能を有するプロフェッショナルであるまた通関試験は貿易実務に関する資格の中で唯一の国家資格試験であるということですね。 でまず通関士先ほど申し上げましたように通関士として従事するというのは通関業者に従事するわけですね通関業者というのは輸出者輸入者に代わって代理申告を行える業者のことでこれも財務大臣の許可を受けたものでなければできないということなんですね輸出申告輸入申告輸入者,輸,入者輸出者がですね 直接申告書を作成し税関に提出してですね申告書を提出して許可をもらうということはできますできるんだけれどももろもろの状況からですねこれは専門業者である通関業者にその輸出申告書の手続き輸入申告書の手続きを代理してもらうということがですね一般的になっています。これは金銭的な問題もあるし あるいは専門性の問題それから地理的な問題ですね地理的な問題というと輸出申告輸入申告は主に港あるいは空港がある近くで行うのが一般的な手続きになるんですけれども輸出者輸入者はどちらかというとどの大都市でもそうですけれども都市の中心部に あることが多いんですねですから一回一回その手続きのために港とか空港に出向いていかなくちゃいけないということはねやはり時間的なロスというものも伴います。まあ、専門性あるいはまあ経済性も含めてですけども一般的には9割以上の申告に関しては専門業者である通関業者に輸出申告書あるいは輸入申告書をこれを依頼すると。 いう形になるんです、ね、その中で、えー、その通関業務ですね輸出申告書あるいは輸入申告書を作成する上において最終的なその通関業者の中での責任者というような位置づけになっているのが通関士と呼ばれているもの、まあ、財務大臣の確認を取った通関士と呼ばれているものですね。では通士、えー、どういうようういいいよな意味で責任者ととううに位置づけられているのかと いうとですね、これはあの申告書の作成というのは通関業務に従事する従業者であれば作成すすることができます作成自体は通関紙じゃなくてもできるんだけれども最終的にですね、えー、通関紙のお、まあ、審査を経た書類でなければ税関の方で受理してくれないという形なんですね。ででですののそういうういい意味で、えー、通紙というのは 通関士が従事する通関業者にとっての責任者という位置づけになっているということですね他の者が作った書類に関しましてもその審査をした通関士の名をもって申告するという形になってくるんですねそういう意味でやはり通関業者にとっての位置づけというのは非常に大きなものがあるというふうに考えてください。 そのような通関試になるのが、まあ、その前提が通関試験であるということです。はい、それではですね、通関試験の今度は内容、本格的な内容の中に踏み込んでいきたいと思いますけれども、通関試験の内容総論というところですね。まずちょっと気になるのはやはり難易度ですよね。どのぐらいの難易度。 これから学習していってです、ね、果たして受かるのかどうかとちょっと不安になる方もいらっしゃるかも分かりませんその不安になる要素の一つが難易度になるわけですけれども3ページ一覧表は出てまして、まあ、11年ばかりの合格率これが出ていますけどねまず文章3行ばかりなので読んでおきたいと思いますけれども「最近の通関誌試験の受験状況は以下のとおりである。 近年通関試試験の受験生は1万人前後から、まあ、残減傾向ちょっとね、えー、通関試験に受験する方自体が減ってきちゃってます、えーまあ、6000人台に今はなっていますけどもねそして合格率ですけどもこれ平成18年度以降というふうに書いてあります平成18年度以降の流れを組み 10前後で推移していくだろうとなぜ平成18年度なのかというと通関試験ですねあの昨年度平成30年度においてもう52回を数えておりますけれども平成18年度にですねこれは試験の出題形式がですね大幅に変更になったということがありましてその変更に伴ってまあ変更したから ということではないんですが変更とともになんですがあ難易度が非常に高くなってきたということが言えます平成17年度以前ここでは出てませんけれども 20%30% という合格率は、まあま毎年ではありませんけれども全然不思議な数字ではなかったんですが平成18年度以降ここでは平成20年度から 掲載させていただいていますけれどもパッと見ただけでもですね、えー、平成30年の場合はこれはあのおあご、ごめんなさい、平成29年ですね、平成29年、うっと2年前になりますけれども、お平成29年度の合格率は21.3%と非常に高い,いものがありました。しかしかそれ以外の 年というのは、まあ、一部ですね17.8%平成20年ありますけれどもおおむね今書いてありますように10%前後の合格率だったということですねで平成18年度なぜ、えー、このような形で難しくなったのかというと実はですねこの関税法の学習にも影響してくるんですが、えーまあ、真ん中辺3回目ぐらいですかね、えー 扱うことになると思いますけれども、AEO 制度というのがあります。七十七ページに第三章でですね、取り上げておりますけれども、これオーストラリアエコノミックオペレーターという英文の頭文字なんですが、認定事業者制度というような、まあ日本語の訳がついております。何かというと、貿易関連ですね。輸出入を中心にした、まあ貿易関連。 に関係する業者に対してはあこれはですね、えー、安全性の確保をその業者に追わせてその代わりですねメリットとして、えー、通関手続きのおまあ簡易化といいますか利便性ですねこれを与えるという制度なんですねそのためには法令遵守に優れたものがその認可をもらえるというふうにつながってきますその中にい 輸出者輸入者だけではなくて通関業者も組み込まれたんですね。で通関業者にとって、えー、法令遵守に優れたというふうに考えた場合に、えー、まあ一つには、えー、正確な申告これをできる業者というように今なってもおかしくないわけですね。えー、これはまあ一つの一面になりますけれども、じゃあ申告がですね正確に行える通関業者 となるためには、どういうようなことが必要になるか。えー、単純に言うと、優秀な通関士がいれば、それは可能になるというふうにつながってきまして、優秀な通関士。これを排出するためには、どうしたらいいか。ここも簡単に考えて、えー、考えると、試験もちょっと難しくして、合格率を下げるぐらいのまあ試験の難易度を上げると。 いうことになれば、そこを突破した。まあ、通関試験を突破したものですね。それが通関士になれる資格を有するわけですけれども、そういうような優秀な通関士を輩出するために、通関試験そのものの難易度を上げたというふうに言われております。したがって、平成十八年度から、それがその栄養制度というのはスタートしていますので、そこから難易度はまあ非常に高くなってしまったと。 いうことに繋がってくるということですよね。なおこの合格率ですけれども、これはですね、あの通関試験の一つの特徴として、えー、科目免除という制度があります。3科目で行いますけれども、通関業務に従事したものであれば、ああ年間。 従事すればです、ね、これは3科目目の通関実務科目が免除され15年間従事したものはですね2科目目と3科目目2科目目は関税法等というものですけれどもそれから3科目目は通関実務先ほど5年間従事したものと同じですがこの2つの科目が免除されすなわち、まあ、15年間従事したものであれば1科目目の通関業法だけをですね 合格基準を達すれば合格できるという形で科目免許制度というしたがってそれを含めた数字がここに出ている数字だというふうに考えてください。違う言い方をしますとこの講座を捉える方は大体の方が3科目受験 五年間十時、十五年間十時という方はあんまり多くないと思うんですね。え、そうすると三科目受験をしなければいけない方がほとんどだと思います。そうするとこの数字はですね、一科目免除、二科目免除を受けた受験者の数も含めてですね、合格数このようになっているわけなんで、三科目受験される方はやはりそれだけ難易度が二科目目、三科目目も クリアしないといけないと合格基準をクリアしないといけないという形になりますからどうしてもですねこの数字よりも低く、まあ、合格率は低くなるというふうに見てくださいおおむねですけどもねあの年によって変わりますけどもおおむねこの数字から2%ぐらい引いた合格率ですねこれが三科目受験者の合格率だというふうに考えていただければと思います ただまあ合格率はですね後で出てきます合格基準というのが元になってますんで合格基準をクリアすればこれは人数制限というものをしているわけではないので合格基準さえクリアすればこれは合格になりますんでね難易度これはここから2%引くということであれば非常に難しいなというようにちょっと試験自体に二の足を踏む方もいるかも分かりませんけども。 そんなことはありませんのでね1回で合格している方ももちろん多数存在しますんでね合格基準をクリアすればいいんだというような考え方で合格率はですねまあこれは参考程度に見ておいていただければいいのかなというふうに思います。はい、次は出題形式とというところに行きますすページですね 出題形式具体的に3つの出題形式載せてますけれどもこれは1科目目2科目目です、ね、の出題形式であって通五目目ページ目にですね5ページ目の方に試験科目というのが出てますけどね通関実務科目になるともうちょ,っとちょっと違う出題形式もですね配置されているということになります。 まず出題形式のうちのですね、五、え、分、ー、選択式というのがありますね。その前に出題形式の文章を読んでおきましょう。通関試験の出題形式は選択式、択一式、計算式、えー、および申告書の4つの形式があり、各科目ごとに異なる形式の問題が出題されるが、いずれの出題形式もマークシートにより回答する。 マークシートですからあまあ答えのところにですねいくつかあの丸が書いてあった楕円形の丸が書いてあった資料の機能ですねそこを鉛筆で塗りつぶすことによって回答するという形式ですね。選択式は与えられた足からあ適切な語句を選択するいわゆる穴埋め形式の語群選択式の問題と5つの足の中から 複数の回答を選択する複数選択式の問題がある複数選択肢は全ての科目で出題されると卓一式は5つの足の中から回答を1つふさわしい回答がない場合には0を選び回答する方式であるこの方式も全ての科目で出題されるということですね。計計算算式式は課税価格や税や額を計算して回答するる方式である この方式は三科目目の通関実務でのみ実在される。申告書は与えられた資料をもとに、ナックスこれナックスというのは輸出申告、輸入申告を中心にしたものをまあそういう申告をする場合に使われる電子情報処理組織、コンピューターですね。コンピューターによって今輸出申告書とか輸入申告書はほぼまあ百パーセントはいかないんですけどね、ほぼ。 ほとんどの申告がコンピューター申告になっているとそのコンピューターシステムのことをまあ、ナックスというふうにね、えー、呼んだりしていますそのナックス申告とそれがナックス申告ということコンピューターで申告すること,というふうにね考えてくださいナックス申告による輸出申告書輸入申告書の必要事項を選択または記入させる方式である この方式も三科目目の通関実務でのみ記載されると思います。まあ、簡単に読んじゃいましたけども、一番最初に出てきた。五群選択式というのは、四ページにその例が出ているわけですね、えー。ところどころにイロハに、えーロー派にというふうにですね。イーロー派二歩ということで、五つ空欄になっていまして、その空欄に、まあ、適当な。 文言を入れる形になるんですがあ入れるといっても下に選択肢があり,選択肢があります1番から15番までの選択肢の中からあふさわしい文言を探し出して入れるという形式ですね、えー、ですからまあ5つあって、えー、選択肢15個なんでね、えー、1つの空欄あたり 3, 3個可能性があるということですよね3分の1だということです はい、この五軍選択式問題はですね配点とも関連してきますけども5ページ目の方の、まあ、通関業法関税法等というところ出題科目試験時間配点および出題形式の中の選択式の中に入ってきますよね先ほども読んだように通関業法でいえば選択式10問のうち5問関税法等でいえば選択式15問のうちやはり5問が あこの五群選択式問題で出題されます。えー、空欄一つあたりにつき、ですね、えーまあ、来年度、二千十九年度の試験要項は発表になっていない。で、定かなことは申し上げられません。けれども、今まで、数年の間は、一、えー、つの空欄あたり一点の配点ということですから、一問あたり五点配点ということですよね。それが五個ありますから。 あこの5軍選択式の問題だけで配点25点1科目目2科目目ともねあるということで、えー、1科目目2科目目においては、えー、配点からあ占める割合ですね5軍選択式の割合というのは非常に高くなっている。語群選択式の問題があ解解けけるかかないかによって え合格基準、これをクリアできるかできないかというところはね大きく左右されてきます。しかしながらこの五群選択式というのは、選択肢の中から選ぶということですよね。えー、単に空欄になっててそこに言葉を自分で書き込まないといけないということではないので、まあ非常にその形式いくつかの形式ありますけれども得点しやすい形式だと。 ということが言えます実際に、まあ、この条文を覚えるというところまでは必要なくて、えー、制度これからいろんな制度を学習していきますけれどもその制度の趣旨が分かっていればだいたい答えられるような問題が出題されてきますので、えー、これは配点が多いだけに得点源で合格基準ここの部分をですね満たせば、えー、まあ1科目目2科目目は合格基準にそんなに 苦労しないで、えー、まあ、到達できるというふうに考えてください得点源だというふうに考えてくださいそれから2つ目の形式これも選択式というものの中に入ってきてますが複数選択式問題ということですね例が1つ出てますけれどもまあ、足という表現しましたけれども1番から5番までやってそれをですね問題の足という言い方表現しています この1番から5番に書かれている問題文が正しいか間違ってるかこれを判断させるものになりましてしかし複数選択式というような名称になってますんで正しいいものは2つかも分からないし3つかも分からないし場合によってはですね4つ 答え正しいものが出てくるあるいは誤っているものが出てくるということもありえますそうするとですね部分点これは取れないのかというような疑問も出てくるかと思いますが部分点はないですね部分点は認められてないということで正しいものが3つあった場合3つともこれは答え,て答えないといけない。正しいものは例えば 1, 3, 5と いうような場合、一三はあってるけど五があまあ誤った事実だというふうに判断しちゃうと、これは全く得点できないという形になってきまして、この複数選択式問題がこれは一番難しい出題形式というふうに言えます。そのために配点もですね、一問あたりこれ二点というふうになってます。なかなか得点しづらい出題形式、これが複数選択式と。 いうものになります。次は卓一式問題ですね。卓一ですから正しいものはどれか一つ選びなさい。誤っているものはどれか一つ選びなさいという形式です。単に卓一式であればですね、消去法というものが使えるんですよね。一番ま正しそうなもの、一番間違ってそうなものをね。 他の足の問題文と比較して消去法でですね割り出すということも可能なんだけども厄介なのは「ゼロですね最後に正しい記述がない場合には「ゼロをマークしなさいというようなことが加わっているんですねまあ「ロ回答」なんていう言い方してますけども正しいもの誤っているものを選びなさいと言っておきながらそこに正しいものが何もない誤っているものが何もないと。 いう場合もあるんですね。そこは厄介なので、毎年のようにそのゼロ回答の問題というのは数問出題されてきます。ただし、まあ複数選択式よりはね、あの問題形式としては簡単なのでね、ある程度まあ得点はできる。まああるいはまあ選択えっ、ー、と正しい足、誤っている足、これがですね、そのものその問題文自体が簡単であれば。 他の問題文が難しくてもこれは簡単ですよね答えが分かっちゃえばね1個だけ選べばいいんでその1個を選ぶものが簡単なものであればこれは簡単に答えられちゃうということがありますのでね複数、えー、選択式よりは得点しやすい形式だというふうに考えてください。 はい、ここまでが1科目目2科目目通関業法関税法等ですね、えー、までの取材形式ですが通関実務科目はこの複数選択式・択一式問題も5問ずつ出ます。これはね5問ずつ出るしかし通関実務科目は複数選択式・択一式の5問だけではなくて通実務特有の問題がありますこれが一つは申告書問題と。 ということで輸出申告書の作成という問題。それから輸入申告書の作成という問題が1問ずつで出ます。これね、えー、出て、えー。輸出申告書の問題は貨物分類というものをするわけですが、貨物分類って何かというと輸出したり、輸入したりする貨物はいろんな貨物がありますが、それをですね。数字番号でですね。 ま10桁の番号10桁の番号を見つけてその10桁の番号を答えるというのが貨物分類ですね輸出される貨物輸入する貨物これを10桁の番号で置き換えるという作業を行います10桁の番号を見ればこの貨物が何であるかというのがわかるということなんですねその貨物の分類の番号を探し出すのが輸出申告書のポイント 輸入申告書も同様なポイントになってきますが輸入申告書の場合さらに輸入の場合は関税がかかるということからその関税をかける対象になる課税価格ですね何パーセント例えばその貨物が5%パーセントの関税率がかかるとした場合に課税価格100万円だとした場合は5万円ですよね。その 関税額を算出すするるための基礎になる価格ですねこれ課税価格と言っていますがその課税価格を計算する問題というのがついてくるということですね貨物分類に関しては1つの答え当たり1点ですから輸出申告書5点輸入申告書も5個答えが求められますので5点。 プラスまあ申告価格ですね課税価格、まあ、申告価格課税価格課税も同じ意味になるんですがその課税対象の価格に関しましても5個答える形これが1つの答えあたり2点という形になりまして都合輸出と輸入の申告書の作成問題では20点の配点ということになります。点点の配点で 通実務科目は全体の満点がです、ね、45点ということですから極めて高い比率になっているということですので通関実務科目においてはこの申告書問題をどれだけ取れるかどれだけ得点できるかによってこの科目の合否が、ね、分かれていくる合格基準を満たせるかどうかというのは分かれてきます。 それから計算式問題というのが5問問出ます。計算式問題はどんな計算をするのかというと先ほど輸入申告書のところで課税価格これを求めるというようなものがね申し上げましたけどもまさにその課税価格の計算だけをするのが計算式問題の中の3問それ以外に、まあ、関税額の直接計算する問題とか あるいは延滞税ですね本来納めなきゃいけなかった日にその関税額を納めてなかった場合には遅延した分だけね延滞税がかかるということになってましてその延滞税を計算する場合とかあるいは当初申告した税額が間違ってた場合ね、まあ、延滞税にもつながりますけれどもその場合にはですね後で修正申告。 訂正すする申告ですねこれを行いますけれどもその訂正する申告修正申告を行った場合これは納税者が行った場合は修正申告という形なんですが納税者は気が付かない税関庁の方がこれが間違ったことが気が付いた場合は増額構成という言い方をしますけれどもやはり不足税額を納めさせるわけですね。そうしした場合ななんかはペナルティとして延滞税のみならず 過少申告加算税というようなものも課される場合があります。そういうような諸々のですね関税にまつわる計算ですね。これを行うものも計算式問題の中で2問出題されてくるということになります。はい、出題形式配点等に関しましてはそんなところですね。はい、次は6ページの方ですけれども科目ごとの特徴と。 いうところに行きたいと思います。先ほどから申し上げていますように通関試験は三科目で行います。一科目目が通関業法と呼ばれているもの、それから二科目目が関税法等と呼ばれている部分ですね。そして最後は通関実務科目ですね。で、通関業法に関しましては、えー、まあ二行ばかりなので読んでおきますけれども。 比較的理解しやすい科目なので確実に得点していきたい平易な問題が多いが細部から出題されることもあるということで通関業法はですねこれ通関業者それから通関士ですねこれを規制する法律だというふうに考えてください。条文のののの数も非常に少ないです少なないいですのでですす知識獲得講座のパート3の テキストなんかまあ見ていただければわかりますけれども、テキスト自体も非常に薄いです。薄いま百、あ、ページもいかないようなものになってますから、えー、まあ、えー、そんなにですねあの一生懸命とて言いますかあの時間を取って学習をしなくてもこれはまあ十分理解できる範囲のものになります。それから二巻も 目の関税法等ですね関税法等というのはこれははボリュームは非常に大きいですね今回も1回ですけどもパート1だけではなくてパート2にかけて対象になってくるのが関税法等の知識ということになってまず一番最初に学習しなければいけない通関試験の基本になる学習これがまあこれからやります関税法ですけども。 関税法等とありますから関税法というものだけではなくて関税に関わる法律関税定律法という法律がありますしもう一つ関税暫定措置法というものはありますそれ以外にもですね関税に関わる法律以外でも外為法ですね外国為替および外国貿易法という法律だとかあるいは国際法、まあ、国際条約 関連の法律というものもね一部扱ってくるということで非常に多くの学習時間を要するのが関税法等ですはいでは文章を読んでおきますが、えー、最も問題数が多くまた細かい知識を要求される科目である範囲が広いため学習時間の大半をここで費やすことになる五群選択式の問題では条文の文言を 正しく選択できるかがポイントになるということで、えー、全部でですね、30問出題されます。えー、ちなみに通関業法はね、先ほどまあ,あ5ページの方でも出てましたけれども20問ですね。えー、関税法とおこれはまあ、えー、30問ありましてじ、試験時間も非常に長いです。う100分ですね。1時間40分かかります。通関業法は50分でしたけどね。それだけまあ。 ボリュームがあるということで、えー、学習内容に関しましても2冊にわたってこれを学習しないといけないということになりますので2冊合わせるとですね400ページ超えちゃうぐらいの、ね、ボリュームになりますから、えー、ここはもうじっくり学習していいいいかないといけなとけですね、えー、その内訳としましては「まあ、関税法19問関税定律法6問」というふうに、ね、このような内訳になっておりますこれはね。 えー、まず何といっても関税法で基礎を作らないといけないこの部分パート1でやる部分ですけどもその部分をおろそかにしているとこれは後々、えー、関税定律法とかあるいは関税暫定措置法あるいは科目をまたいだ通関実務科目においてもこれは足をすくわれてしまうと理解がなかなか難しくなってくるということになりますからまずは関税法ですねこれをしっかりと。 学習するということが通関試験の一番最初の寛容な部分というふうに捉えてください。三科目目の通関実務まあ実はこの三科目目の通関実務がですね、うん、毎年のように通関試験の合否を分ける分岐点と呼ばれているまあ言われているですねものになります通関実務を まあ隣にある合格基準ですね合格基準を突発するかしないかで合否が分かれてくると言われているのが通実務科目で,す、はい、では文章を読んでおきますが「申告書の作成は合否を左右する最重要問題である」「貨物の分類がきちんとできているかがポイントになる」 また計算式では課税科学の決定方法の知識や計算方法をしっかりと身につけ確実に得点したい関税率表の所属の決定などの問題の対策としては勘で回答するのではなく繰り返し問題を解いていく中で正解を導き出す感覚を養うことが肝要であると。なお、まあ、申告書問題はね 輸出申告書、輸入申告書、一問ずつね出題されております。配点としましては、ここの部分がまあ二十点ですね。申告書問題が二十点ということですから、申告書問題をいかに攻略するかというところにね、松貫実務の合否がまあかなり左右されてくるというふうに考えてください。 学習内容に関しましてはね、えー、これはまだあー後の方で出てきますんでね、えー、合理的な学習法というところがありますから、まあ、そちらの方でもね入れておきたいと思いますが、えー、ちょっと特殊な計算あの出題形式ですよね先ほども出題形式のところで申し上げましたけども申告書の問題それからあ計算式問題ね、えー、計算式問題も配点2点なんで、えー、申告書問題と 計算式問題だけで満点45点のうち30点ですねこれがまあ与えられているということになりますんでね特にまあ申告書の問題計算式の問題ですねこれはそこで得点できるかどうかが非常に重要なポイントになってくるということです。 はいではですね、えー、途中ですけれども二番あ四番の科目ごとの特徴ですね六ページまで終了したところで一旦ここでブレイクタイム入れさせてくださいはいそれでは再開いたします引き続きガイダンスですけれども七ページ、えー、通関試験の情報ということになりますまず一番合格ラインですね、えー、合格ライン これはあの3科目ともいいんですけどもこの合格基準というふうに表の中に書いてありますが合格基準3科目全てクリアしないと合格にはなりません。1科目でもです、ね、合格基準に満たれなかった場合にはその時点でこれは不合格というふうになってしまいます。じゃあ合格基準どううなっているかというと、まあ、例年は あーこれは60%ですね満点の60%以上を取るということがあ求められます3科目ともお合格基準に達するためにはあ全ての科目で60%ですねこれを取らないといけませんこれはねただしこれは例年というふうに申し上げているのはどういう意味かというと、えー、年によってですね、えー、合格基準が 下がることもあり数,数年ですねそういうような年がありました特に通関実務科目ですね通関実務科目においては出題の難易度によって合格基準60%じゃなくて55%になったりあるいは50%になるという年なんかもありました。この合格基準に関しましまてはですね 試験要項というものが7月に税関のホームページでまあ見るあの発表になりますけれどもその試験要項このような形で試験を行いますよという試験要項ですねそこのの段階ではは合格基準というものは示されませんじゃあいつ示されるのかというと試験が終わった後 合格発表というものがですね11月の終わりからあるいは12月の初め頃になりますけれども合格発表の時に合わせてその年の合格基準というのも発表になるので合格発表を見ないと合格基準が分からないということになってくるんですね難易度によって55%になる場合もあるし50%になる場合もあると。 いうことになりますはい、これが合格ラインということですねえ次は出願手続き8ページの方ですけれどもまあ、スケジュールですよね試験までのスケジュールになりますが例年通関試験は以下の要領で実施される 大体がですね、あの七、ー、月の上旬に税関によってですね。その試験内容に関しての発表があります。その後、もうすぐいんですけれども、まあ試験要項といいますか。試験要項が発表になると、すぐに、えー、願書。これをですね、税関の方で配布されます。ですから、試験を受けたい方は、その願書を税関から取り寄せないといけないということですよね。その取り寄せた願書は。 8月の上旬2週間だけ願書受付になります。その2週間の間に願書を提出しないと試験自体が受けられないことになりますね。1年に1回だけですからね。で試験は10月の第1週第2週の日曜日これが当てられるということですよね。で合格発表に関しましてはまあ11月の下旬だったり12月の初めだったりするということになります。 で試験に関しましてはこれはの税関の制度というのはちょっと変わっておりまして、えー、問題はすべてもちろん同じなんです同じ問題が出題されますけれども通関試験の実施するところはですね税関庁と呼ばれているまあブロックごとに会場を設けられましてですねそれでその会場で行われると。 いうこととになりまして税関行政というのはです、ね、これはあの北はあ函館税関それから南に下って東京税関横浜税関西の方に行って名古屋税関大阪税関神戸税関門司税関それからあ長崎税関それから沖縄あ地区税関というのがあってその管轄が決まってるんですねそれぞれの税関関所のあ 管轄が決まってましてその試験はですね税関庁が主催して行うという形になってまして、えー、その税関庁が行う試験会場で受けるためには当該税関庁の願書というものをですね取り寄せないといけない全国統一じゃないんですね願書はね、えー、まあ、内容的にもあのほど一緒ですけども会場は異なってきますんで例えば 東京で受けたい方であればもちろん東京税関になりますが新潟で受けるという場合もある新潟税関というものはないんですね東京税関の中に新潟が含まれまして新潟の方で受けたいとなった場合には東京税関庁の願書を取り寄せるあるいは仙台の方で受けたいというふうになった場合じゃあ仙台はどこが管轄しているかというと横浜税関が管轄しておりましてその場合は。 横浜税関からのですね。願書、これを取り寄せないといけないというようなところがありますので、この辺りのところをね十分注意していただきたいところですね。はい、次はあ9ページ。3番短期合格のための合理的学習法、どんな学習をしたらいいのかというところに行きたいと思います。まず1番大枠から捉える。森を見てから木を見るということで。 まずです、ね、これから学習する内容というのはあ、まあ、通関業務に従事している方はある程度はどんなことをやるかは分かると思うんですけれども全くその通関という知識あるいは学習一回もやったことないといった方は初めてのことばかりになりますのでまずどのようなことを学習するのかということを大枠で捉えると全体が見えてきます。 一一個一個ですね制度ごとに細かいところ細かいところ行くとその制度の中だけでは細かい知識蓄えられますけれども外して一つの制度は他の制度との関連が非常に多い場合があるんで、えー、まずは大まかで構いませんので一とまり学習してみてしまうとある程度細かい部分は飛ばしても構わない、えー、ということですね。細かい部分に関しましまては全体を見た 後で、えーまあ、過去問題を解くことになりますけれどもその過去問題において、えー、まあ全体が分かるとそれぞれの関連も分かってくるという形になりますからまずは最初ですねここに書いてありますように最初のうちは個々の規制や制度の枠組みを大枠で理解することを心がける。 少々分からないことがあってもとりあえずは先に進んで一通り学習を終えてしまうのが良いということですね全体が分かってくるとそれぞれの個別の制度自体の意味内容も深く分かってくるという形になりますから最初は読み飛ばせということではありませんけれども細かい部分はあまり気にしないで、まあ、これ忘れちゃったということでも構いません。 まずは一通りは読んでいただきますけれども全てこれを覚えた上でなければ先に進まないというような学習はこれは駄目だということですよね。細かい部分に関しましては先ほども申し上げましたようにこの基礎的な学習の後にまあ 過去問題これをやっていただきまして過去問題の中で基礎的な知識の中で出てこなかったような知識ねこれを肉付けけしていけばいいといばととうことです、はい、段落変わりまして法律は優しい項目から難しい項目へと順序よく規定しているわけではなく後ろの方で規定されている専門用語が前の方の条文で使われていることも多々ある。 そのため、先に学習して分からなかったことが学習を進めていく段階で理解できることも多いさらに一通り学習した後の方が多角的な思考を持つことができるのでより具体的にかつ相互に関連付けて理解を深めることができるということですね、えー、まずはきっちりと一番最後までねやってしまう細かいことを忘れても構わないということですこれはね。 はい、2番目は立法趣旨個々の規定を丸暗記するのではなく立法趣旨から理解すべきである立法趣旨そのものが試験に出ることは少ないが個々の規定が関連付けられることにより記憶が確実になり結果的には労力が少なくて済むということですね。ここのののの制制度度はどの何のためにこの制度があるのか というようよなところのこれもまあ一番とちょっと関連してきますけどね大きな意味ででそのの制度の趣旨ですねこれを捉えてくださいその上でこういう趣旨だからこういう手続きが必要なんだなということが見えてくるということですよね一個一個バラバラに暗記するのではなくて趣旨を捉えた上でそこから細かい手続きなどを見ていくと分かりやすいよということです。 次4番あ3番講義プラス復習講義を受けた後は必ず復習していただきたいえ復習の具体的な方法としては学習範囲の過去問を解くことが最も効果的である理解できていない箇所に気づくとともに本試験のレベルを把握することができるということで、えー、これから学習していく、まあ、学習方法のポイントになるところですけれども まずはあのこの知識獲得講座パート1パート2パート3パート4これをやっていただきましてあとは先ほどから言っています過去問題ですね過去問題を解いていただくことによって実力をアップしていくというふうな学習方法を取ってください特に過去問題をやってですね分からないような問題も多分出てくると思います。その場合には必ず 基本テキストであるこの知識獲得講座の方に戻ってその知識を確認してくださいその繰り返しによってですねだん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 と実力がアップしていくという形になりますできればですねまあ、タイミング的なものもあると思います学習の開始のタイミングですねまずは知識獲得講座をやっていただくことはもちろんポイント中心になりますけれども できればですね配信が開始になったタイミングも考えながらですね当該今パート1が終わった後は過去問題をやってみるというような形でそうするとまだまだ知識があったかい状態のうちに過去問を解くということで覚えている間に過去問を解く知識が上乗せされると。 いうふうにつ、ね、ながってきますんでね。ただタイミング的なもので配信の時期などで、えー、まだ過去問、まあ、次に出てくるのは攻略講座ということになりますけれどもそちらの方が配信開始になってなかった場合はね、えー、もう知識獲得講座の方でどん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 ん進めていっていただきたいと思います過去問攻略講座が配信になったときにはその過去問攻略講座の方の問題ねこれをすぐにでも当たっていただきたい えというね、その繰り返しをやっていただく知識獲得講座と学問攻略講座を行ったり来たりするということで、えー、だん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 知識が上乗せされてくるということにつながってきます。はい、ガイダス最後になります10ページじゃあこのの知識獲得講座の狙いは何かということなんですけれども4番「知識獲得講座の趣旨」。 当講座は知識が全くない状態から短期間の効率的な学習により、えー、合格レベルに達することを目的としている合格レベルに達するとは本試験において8割くらいでできるるる。力を身につけることであるなぜ10割を目指さないのかそれは10割を目指すことは非効率的でありその必要もないからである。残りの2割を得点しようとすると、する 出題可能性が著しく低いものについても多くの時間を割くことになりまた時間を割いたとしても理解し知識として定着させることは難しいただ近年の合格基準である6割の得点を目指していては些細な見出しで不合格になってしまう可能性もあるので、まあ、そこで2割アップですよね2割アップの8割程度得点できる力を持っていれば あ,まあ些細なミスがあったとしてもね合格基準である6割はクリアできるだろうということで2割アップぐらいい目指すすんだよととうことですもちろん学習の中では細かいところもやりますけれどもね全て全てが全くその全部覚えないといけないということではなくてね8割ぐらいのね実力をつければまあ結構だというふうに考えていただければ結構です。最後の文章 通管試験は満点を取らなければならない試験ではない広くまんべんなく自己が得点できる知識を着実に積み上げていくという姿勢で学習に臨んでほしいということで、えーまあ2割えー、残りの2割を得点するためには大きな労力を費やしてしまうというふうに申し上げましたけれども、まあ、学習が進んでいけば分かりますけれども特に今関税法ではなくてです、ね、関税法以外の 関税定律をあるいは関税暫定措置をそれから関税に引る法律以外の外為法とかあ条約に基づいた、まあ、特例法というものは扱いますけれどもその中にはですねやはり非常に細かいところも取材されてくるというような特徴の持った項目もあります。ややらなないいいととううわけけででではないんですすすどもそこをですね深くやりぎちゃうと それだけで時間を費やしてしまうということがありますからあまあ特に今例として言うんであれば外為法関係がなんかがそれにあたりますけれども外為法関係に関しましては毎年ですね2科目目の関税法等という科目の中で輸出に関連するもの輸入に関連するものそれぞれ1問ずつ出ます。その2問だけですね で2科目目の「関税法等」に関しましては30問あるうちの2問ですね、えー、やらないということではないですよやらないということではないんだけど深いととこころから出題されてくることもままあるんですねですからその深いところまで出題されてきた場合の対処のために学習をするということは、えー、あまり深入りしないで、えーまあ、基本的な知識だけを抑えて答えられるものもあるんでまあ一 2問のうち1問はね目をつぶっても仕方ないなというようなそういうような項目もあるということなんですね。はい、ここままででが10ページまでのガイダンスということです、はい、それではですね本格的な学習に入る前に今度はですねこれから関税法です、ね、に関してどのような学習をしていくのかということを 目次を使ってですね非常に大雑把ですけれどもおおお伝えしたいと思います目次になりますので一番最初の方ちょっとガイダーすより前に戻ってくださいはい、えー、表紙を開いた見開きのとこですねそこに目次が出てますがこれからこのパートワンの方ではどんな学習をするのかということですがまずは、えー 本日まあ後半の方でやりますけれども定義ですねえ関税法の知識というのはこれは定義というものが分かってないとなかなかですね理解しづらい部分があって輸出とは何か輸入とは何かというところから始まりますが輸出とか輸入とかそんなことは知ってるよという方ももちろんいるかも分かりませんが関税法においては 輸出とはこういううううういいいここことでととととで輸入はようにししっかりとした定義がなされておりますこれはね一般的な考え方ではなくて違う、まあ、関税法という法律の視点からの定義というものがなされております。これなんかはもうずっとこれから、まあ、ついて回るような知識になってきますからねその定義をしっかりと覚えるということはね非常に重要です。 その定義があやふやだと先言ってもちょっとね、えー、おぼつかなくなってきますんでねまず定義ということをやります特有なあの定義があるということですねそれから第二章いくとこれは輸出入通関というふうになってまして、えー、輸出通関輸入通関はどのようにして行うのかという手続きに関するということですねこれを学習していきます。 輸出輸入全く別々のものではありませんのでこの第2章においてはまず輸入手続その中でですね輸出と異なる部分に関しましてはそれはもちろん輸出特有のものということでありますが輸入も輸出も基本的には手続き的には非常に 似たようなな手続きになりますのでね輸入の手続きイコールまあ輸出の手続きと考えてくださいそして輸入の手続きにないものを輸出の手続きというところでやっていくという形になりますねそれからこの中ではですねあの郵便物なんてあります、えー、と2ページ目ですねの第2章の方の4番郵便物の通関手続きっていうのはありますけども。 郵便で国際郵便で出したりね入れたりするのもこれは輸出輸出入の一つなんですねただし郵便物に関しましてはこれは一般の輸出手続き輸入手続きと若干異なる部分があります特徴的な手続きになっているんでそれも別途行うということですね。それから第三章これちょっとガイダンスのところでもね言葉一回出てきました一番最初。 通関試験の難易度がた高くなったのはこの AEO 制度のおかげだよというようなお話をさせていただいたと思いますがこれはですね貨物の安全性を確保するために事業,事業者認定制度ということで税関庁の方がですね 輸出者輸入者の申請に基づいて承認したりする制度ですけれどもその承認を受けるためには法令遵守に優れたものこれがまあ承認を受ける対象になってきますがそのために法令遵守に優れたものであれば貨物の安全性というものも担保できるだろうと。 いうところから、この制度が作られていますが、その法令遵守に優れたものであれば、じゃあ、そういうものを承認したら、輸出者・輸入者に対して、通関手続き上のメリットを挙げましょうという制度ですね。ただし、この営業制度は、輸出者・輸入者のみならず。ガイダンスのところ。一番最初でも申し上げましたけれども、通関業者もかかってくるし。 あるいはですね、この章ではやりませんけれども。他に、今倉庫会社とかですね。あるいは運送関係をやる会社なんかに対しても。この制度が適用されます。そういうような、まあ。いわゆる、第二章でやりました。通常の手続きとは異なる。まあ。どんなメリットがあるかということですよね。営業制度を利用して輸出者、輸入者。 承認された場合には通常の輸出通貫手続き輸入通貫手続きと異なる制度が用意されているまあ、メリットの方ですねメリットは用意されているということでその辺りのところも学習していきます次第4章輸出または輸入してはならない貨物というふうにタイトル名打っておりますがいわゆる輸出禁製品輸入禁製品というようなものが存在します何でもかんでも輸出していいか何でもかんでも輸入していいかと いうことにはならなくて、この貨物はこれは輸入しちゃいけないよと。とまあ、代表的なものなんかは、これはあの麻薬とか拳銃とかですねえ。そういうようなものなんか、やっぱり社会悪になりますんでね。そういうようなものは規制対象になってますえ、そういうようなものをやっていく。その中でも知的財産権ですね。に関しても、やはり知的財産権侵,侵害するような貨物に対しては？ 輸輸出しししたたりり入てはこれはいいけまませんよという,ふうになってますこれはもう世界的にもそうですよねそうなってますんでそういうような知的財産権に関する金製品というのを取り上げましてその知的財産権に関しましてはこれは非常に専門性が高いというところからですね輸出してはいけない輸入してはいけない貨物に関しては税関庁がそれを決めますけれども。 知的財産権に関しましては専門性が高いというところから、まあ、認定手続きという特別な手続きを経た後でなければこれは税関庁は侵害しているかしてないかね白黒をつけちゃいけないよというこちになりましてその知的財産権ににに関関すすするる手続きししままても学習することになります次第5章これ保税地域というちょっと特別な地域ですけどもね。 簡単に言うと、外国貨物を置いとく場所です。外国貨物、特にまあ輸入の貨物の場合にはですね、関税がかかりますね。関税がかかりますから、関税を徴収しないと、これは日本の中で流通自由に流通させてはいけないというふうなことになっているわけですね。そのために外国貨物関税が徴収されてない貨物は税関の監視下に置いとかないといけないと。 ということになって日本の中でも「保税地域」という特別な地域ですね外国貨物を置いとける特別な地域あるいは外国貨物を置かなければいけない地域置かなきゃいけないという意味は税関の監視官に置くよという場所ですねこれが「保税地域」と呼ばれているもので保税地域でも役割によっていくつか、まあ、あ種類があるということでね5つの種類がありますけどね。 それが3ページ目のところの関数字の2に書いてあります指定保税地域保税増置所保税工場保税展示場、総合保税地域というのが5つの地域ねしかしながら保税地域におけないような貨物も出てきたりするのでその場合は特別に税関庁の許可をもらって外国貨物を置いておくことができる場所を設けてますこれがまあ多少増置許可場所と 言いまして、えー、この他所増資許可場所というものも含めて、補税地域等というようなね、えー、<laughs> 言い方をしています。それぞれの補税地域で何をするのかというようなね、えー、こと、それからその手続きはどうしたらいいのかっていうようなことを学習するのが補税地域というものですね。そこでの学習になります。 それから第6章運送です運送というのはこれは日本国内に外国貨物がある場合原則として保税地域に貨物を置いとかなきゃいけないんだけども一つの保税地域ではなくて違う補税地域に移移すす場場合合だってあるこれ移動させないといとけない場合もありますねしかし外国貨物というのは関税を徴収したりして税関の監視官に置かれているというふうに保税地域のところでは申し上げました。 したがって動かすにあたっても自由に動かすことは原則できないことになってましてここでもやはり取締上税関の管轄下に置かないといけないということですから,から手続きが必要になってくるこれが運送ということですねそういうようなことを学習しますそれから次7章7章は課税物件の確定時期適用法令納税義務者と。 ありますがこれ輸入に関してになりますが輸入は関税がかかりますがじゃあその関税はどうやってかけるか何に対してかけるか課税物件の確定時期いつの段階での価値に対してかけるのかというのが課税物件の確定の時そして税率というのはありますね税率というのはこれ全然ずっと変わんないわけではなくてやはりその 時の時勢によってですね施錠によって法律変えないといけないということもありますまあ税率を変えないといけないということで、ね、そういうような必要もありますからいつの法律を持ってその税金をかけるのかというようなことも問題になってくるんですねこれが適用法令というものの内容になってきますまあ法令と言っていますけれども税率というのは国会でね、これは 認められて税率が制定されますんでね変える場合にも税率はまあ法律によって変えられますから法律いつの法律によってこれを適用するのかということは税率どっちいつの税率で課税するのかというところにもつながってくるそれから納税義務者これは誰が払うのかと当然原則的にはこれは輸入者が あ関税額払うことになりますが、あ輸入者が払うのはまあ当たり前なんだけど場合によってはですね輸入者が払わなくていい場合なんかもあるんですね。例えば先ほどの保税地域ありましたけれども、保税地域の中でこれは輸入者が持っている場所じゃないですね。保税地域を管理しているものがいるんですね。そこに貨物を置いておくわけですね。その 置いておく所有者とそこの場所の許可者というのは異なるものなんで、えー、原則的には納税義務者は輸入者になりますがその「保税地域」と呼ばれている特殊な地域で貨物がなくなっちゃったといった場合なんかは輸入者に、えー、その納税義務を負わせるということはこれは酷になりますんでそれは管理責任を問われまして保税地域を管理しているものこれが納税義務者になるといったような場合も出てくる。 ですから原則は輸入者だけども違う場合もありますよとそういうような内容を学習するのが納税義務者の部分次第8章関税額の確定方式関税の納付とありますが原則としてはですね輸入貨物に関してはこれは輸入者が自ら申告します申告納税方式という言い方。 しますけれどもね輸入者がこれから輸入する貨物は関税額このぐらいかかりますよということで税関に申告してそれをチェックしてもらって問題なければ許可というふうにつながってくるんですが場合によってはですね、えー、これは輸入者が関税額を確定するのではなくて税税関関庁が初めから関税額を確定すするといったケースもあります先ほどもでにやった見てきたところですが。 輸出入通関のところの、まあ、輸入通管の郵便物ですね郵便物の一部なんかはこれはですねもう輸入者の納税を待つことなく税関庁の方が関税額を決めてしまうといったケースもありますからね。ねそれを付加課税方式という言い方をしますけどねですから関税の確定というのはこれは2つの方式があるということです。 輸入者が自ら行う申告納税方式という方式で、えー、関税額を確定する方式これはまあ原則になりますけどね例外的に税関庁が始めから、えー、関税聴取のために関税額を確定するという方式もあるとそのことを付加課税方式という言い方します次は第9章関税額の訂正等ですけども、うん、まあ第8章と関係していきますけども輸入者が あ納税申告を行うんだけども必ず正しい申告を行うとは限らないですねこれは人間ですからやはり、えー、間違ってしまうということもあるんで、えー、じゃあ間違ってしまったらどうするのかという当初行った関税額に対する訂正ですねこれに対して訂正の手続き等の学習をするのが第9章。 次は第十章は法定納期限、納期限ですけれどもこれはいつまでにその関税を払わないといけないのかといったような内容のことをやるのが納期限と言われているものです。それから第十一章は付帯税というもので付帯税というのは関税に付帯した税ということでこの中には えまあガイダンスのところでもちょっとお話ししました計算式問題のところでお話ししてますけれども関税にまつわる税としましては延滞税とかあるいはペナルティとしてのまあ小申国家産税あるいは無申国家産税重加算税といったものがありますけどね、えー、こういうような内容を学習するのが第11章の「付帯税担保等」ということですね。 第12章は不服申し立てということで、えー、輸入申告輸出申告をし,てしたけれども例えばこれは先ほどの、まあ、あ輸出してはならない貨物輸入してはならない貨物のとこに関係していきますけれどもこれは、えー、輸入金銭品だということで、えー、税関庁の方から輸入の許可をもらえなかったといったような場合 これはまあ行政処分という形になるんですけれども税関庁の処分に対して必ず輸や輸入者がですね納得するとは限りませんよね。ちょっっとととおかかしいいいんじゃななううようなことだってありますですから一方的に税関庁がその決定を正しいとするわけではなくてそこにやはり言い分が輸入者なりにあった場合にはその言い分を申し立てる手続きも必要でしょうと。 いうことでその手続きのことを不服申ししててといいう言い方をしていますそれから第13章これはまあ最後ですけどもね会長時間外の事務の執行手数料ということですがあ輸出申告輸入申告等に関しましてはこれはお役所である税関に対して申告申請して書類を審査してもらってですね OK であれば許可とか承認をもらう形になります。 そののの手続き行政の事務を行うのはやはり公務員になりますが、まあ、時間が決まっている場所もあるんですね日四時間体制でやっているところもありますけれども税関行政はね場所によってはこれは一定時間の中だけしか質務を行いませんよというようなそういう税関だってあるわけですね税関関書もありますがその場合どうしても その日のうちに輸入の許可をもらいたいんだといった場合なんかはその執務時間を超えてもね事務を行ってもらうことができちゃうんですねそれを会長時間会長というのは執務時間のことです。会長時間外のの事務執行そういうよういよよな手続きもあるよということで最後13章そういうような学習を行うということになります。 以上関税法に関しましてはね、えー、このような学習をこれからしていくんだということになります。はい、ではこれからの学習の、えーまあ、かいつまんだ説明ですね、えー、終わったところでここで10分間休憩を取りたいと思います。